てーん、てっ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 てれれれてれれれれてーん。ウィニングポスト8、2017はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、湯豆腐にはポン酢でしょうです。 G1 制覇の旅第24夜、寒くなってきましたね。今年も残すところ40日前後でしょうか。紅白が楽しみで仕方がありません。嘘です。今夜はシンバマノリートロリーのデビュー戦です。果たして勝てるのか。ここで説明しよう。シーズン2初勝利を何よりも動画に撮りたい我々どうでしょう班は、ワールドキング以外勝てる気がしないということで得意のダイジェスト形式を行った。結果はこちらである。マノリーグレースチャウス山高原特別13着、マノリーセナ長くて特別3着、マノリーグレース国崎特別11着、マノリーグレース筑後川特別13着、マノリーグレーストリス特別13着。ダイジェスト版をほぼ1頭で走り抜けたグレースを放牧し、いよいよ今夜の放送本編である。おはようございます。よしやってっか。結構ダイジェストになっちゃったかもしんない。ただあれですよ、ダイジェスト含めシーズン2一回も勝ってない。ただ今日は勝てるぞ。今日は勝てるんだ。勝てるレースを俺は動画にチョイスしたつもり。まず、ワールドキングセントールステークス、これはまず勝つから予定だけどどの馬が出るか分かんないけど、おそらく勝てるでしょう。頑張ってもらいます。で、今日あと取るのがシャイン、9月2週ですね。これワールドキングと一緒の日ですね。はい、これも取っていきます。はい、シャインも取っていきます。これちょっとどうなるか分かんない。でやっぱあと期待はね、トロリー、今日トロリー取るから10月2週のトロリー取ってきます。よしやってっか。今日はこの3レースですよ。勝ちたいね、勝ちたいね。ちょっとシーズン2の初勝利をね欲しいですね。はい、全然 OK です。社員の客室早く判明してほしいな。よし行くか。うん、よっしゃ行こう。お、まずは社員からだな。お、西村さん結婚しよう。2番人気どうにかなるかもしれないぞ。ここを見てもな、俺がライバル分かんねえからな。一番人気はあれですかね。一番人気はカリビアンですかね。いやー、お世話になってます。最低だな。よし、行くか。作戦は全然差しでいいですよ。差しでいいかな。差しでいいです。はい。まずは頑張ってもらいましょう。久々の勝利を、もう社員で収めてくれれば、というか今日もしここで社員が勝てれば、あれなのよね、ワールドキング俺の中で勝つ予定、あとトロリーも勝つ予定、実在した名馬を買ってるから、トロリーに関してはちょっと時間が経ちすぎてトロリーの中身が何なのか忘れちゃったけども、だトロリーがね、成長型が遅いなんだよね。ちょっと長い目で見なきゃいけないんですけども、2歳シンバでどうなるかですよね。まあ、ちょっとここで社員が勝ってくれればね、シーズン1から含め動画初の、3連勝になるかもしれないですね。まあ、動画の中での3連勝、その1本の動画の中での3連勝がもしかしたら。前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。それでは先頭、いやー、社員頑張ってもらいたいですね。カリビアンホワイト大きく離れました。競泳エバート、その隣にセントキャプテン、ノーブルモントレー、それに続きます。いや、この社員に関してはね、社員の話はいいや、動画が、これ
11月20日の午前中に撮ってるんですよね。だから前回の動画がアップされる前に撮ってるんで、コメント自体は前々回の動画っていうものを確認するペースでこの先撮っていくことになると思います。さあ頑張れ。お、なんかシェイン、あー伸びねえか、来てるけどな。いやもしもし、5着何着4着ぐらい、勝ちました。ノーブルシーズンカリビアンホワイト敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。やべ、調教師の限界です調教師を変えたいわ。5着か。いやまあ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 、よくやってくれたよ。はい、力のいるパサついたババが微妙に影響したかもしれません。このコメントは初めてもらうな。わかんねえな。なんだろう、多分能力のパワーが足りないってことかな。坂と、なんていうんだろう、重ババ重ババ重ババってのが聞いたことあるな。ちょっとこう読めないんですけども、多分それだと思います。原因は最高。ああもう一番人気ってのは分かっているんだ。変なのいねえよな。ワールドキングで問題ないと。やっぱまあワールドキングが押されてますね。多分大丈夫でしょう、大丈夫でしょう。まあ作戦も差しでいきますよ。G2 はもう強いから信じてるからね、俺は。頑張ってもらいたいね。いや勝ちたいね。やっぱりワールドキングなんだよ、馬並みファームのエースは。勢いよく飛び出したのはマイネルボード。綺麗なスタートを切りました。栗色の馬体マイネルボード。頑張ってもらいたい。次の世代のエースが来るまでね、頑張ってもらいたいですね。そのうちに続いています。何歳まで走れるんでしょうね。まだ世代交代する世代が出来上がってないんですよね。この辺りで戦闘が変わりました。折の勝ち時2番手は、まあ後にトローリーにはなるんだろうけど、3番手ワールドキングいい位置。トローリーがまだね育ちきってませんからね。折の勝ち時先頭1馬身から2馬身のリード。2番手はマイネルボード。残り 200m 折の勝ち時、よし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 、あー強い気分がいいね気分がいい、久々の勝利だ。これだよ、やっぱ気持ちがいいな。一着は気持ちがいいな。いや素晴らしい、いや素晴らしいですね、素晴らしい。はい、次はスプリンターズステークス、はい、になるのかな。頑張ってもらいましょう、頑張ってもらいましょう。はいはい、スプリンターズステークス、はい、1200ですね。はい、出ましょう。いつだい、いつ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 、前コメントいただいた時にね、距離はメモったんだけどね、日付までメモってなかったんですよね。はい、スプリンターズステークスが、10月の1週ですね。で俺ここは騎手が久保村さんでしょ。おそらくウィンナーとか、あとなんか速い海外の馬もいると思うんだよね。差しでいっても勝てないから、久保村さんが得意なの逃げでちょっと行ってみようかなと思います。ちょっと今日4レースになっちゃいますね、4レースになっちゃいます。とりあえず、スプリンターズステークスまではカットかな。よいし、やっていこう。ウィンナー出ますね。
あの海外のなんかクソ速い馬はいないんじゃないですか。あ、いないね。ということもざっくり見た感じではライバルウィンナーとかになってくんのかな。ネバーソーボールドなんてのは速いだろうな。クイーンチェイサーも怖いですね。上4つですね、厳しそうなのは。逃げましょう。逃げます、逃げますよ。久保村さんが得意なものでいきましょう。よし行こうか。勝つぞ勝つぞ。ああ大鳥マリン、うん、いいよ別に。3番人気か。あ、ちょっと待って、さっき新聞。ネバーソーボールドとウィンナーか。やっぱあれですな、この新聞の予想のところではワールドキングの名前ないですね。逃げよう、行くよ。まずはやっぱウィンナーなんですよね。何よりもウィンナーなんだよ。ウィンナーに勝たないことにはネバーソーボールドも何もないわけ。差しでやって勝てないのはもう分かってくから逃げよう。また一頭前走で敗れは行為につけ大きな舞台、いざ G1 の大舞台、陣営の期待が高まります。ワールドキング数々の影の春の勢いをそのままに、短距離 G1 連勝。本当にあれだな、このウィンナーの存在ってのはきついものがあるな。勝ってもらいたい、勝ってもらいたいね。最速の名をかけて、ここで G1 バッて勝ってダンケンジって叫ぼう。瞬きする間もない電撃の芝ロカロン戦、さあ G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ最後は大外枠のアイランドゴッテス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ダイナシュガー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを。頑張れ。ダッシュよくダイナシュガー行きました。続いて前へ行くのはパルマゲドン、さらには日本ピロウィナー、前哨戦の勝ち馬クイーンチェイサー、その後ろマイネルボード、後方から前はワールドキング、ハルマゲドン、ほとんど差がありません。日本ピロウィナーいい位置、安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げています。さあ先頭はワールドキング、日本ピロウィナー、2番手クイーンチェイサー。おちょっと待って、ウィンナーお前もうそんなとこいんの。その後ろなんでアイランドウィンナー、ちょっと待って、お前の位置どこだってもう勝てないじゃんか。ちょっと待って、ピロウィナー春の高松の宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。ウィンナーきついやウィンナーきついわ。足を貯めれればね、もう絶対そう言われるの分かってたよ。それをしたところでね、叶わないんだもう君の馬のことは忘れてた。ウィンナーしか考えてなかった。最後トロリー行きましょう。よし、ちょっとまあ客室が分かんないんですけども、この森さんなんてのはいい機種じゃないですか。俺本当はあれなんだよね、何でしたっけ、ワールドキングに乗せたい馬ではあったんですけどね。シンバ教育丸ついてね、いいですね。短距離クラシックもついてる。先行差しが黒二重丸か。
何なんだろうね、何になんでしょうか。デフォルト設定で先行とかになるのかな、トロリーは。とりあえずデビュー戦です、頑張ってもらいましょう。先行ですね。はい、じゃあまあこのままいきましょう。どうでしょう、見たことある人はもうなぜトローリーとつけたのかっていうのは分かると思うんですけども、掛け声がありますんで、トローリーおうっていう掛け声がありますんで、皆さん画面の前で言ってね、トローリーおうじゃあ頑張ろう。これが痛いがためだけに俺はトローリーとつけてるからね。京都競馬場本日のさあ頑張って、スタートしました。勢いよく飛び出したのはマノリートロリー、一応次世代のエースですから、ワールドキングに代わる稼ぎ頭になる予定ですから。1800でしたっけ。すぐ後ろにマジックカフェ、その外からコスモドロール、内からは1800の時点でもなんか長く感じてしまうね。どうしてもメインがワールドキングで短距離ばっかりやってたせいか。その後ろにインディアンカラー、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。いやこのさ、成長スピードが遅いトロリーでもここで勝っているもんなんですかね。いい位置と言われていますが、さあ先頭はマジックカフェ、その外からはインディアンカラー、果たしてどんな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。東海シャドウ、さあ頑張れ、差はほとんどない、トローリー、おう。マジックカフェ先頭を捉えるか。残り 200m、 東海シャドウ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トローリー先頭、コスモトローリー、おう。あ、どう。これは大混戦、大激戦になりました。大激戦のゴール前、これは写真。わかんないよ、わかんないわかんないわかんない。最後ちょっとグンって伸びたよね。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。うわ、4番か。え、2着は確定してるでしょう。1着か2着だと思うんだよね。あ、確認惜しいのかな。俺何番か分かんねえんだよね俺4番か。1着2着。うわー、そっかそっか、惜しかったね。あー、そう、いや大丈夫大丈夫大丈夫。そっか、勝てんかったが。いや、まあ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 、長い目で見たら全然トローリーは問題ないですよ。はいはいはい、ということで終わりましょうか。まあちょっと今日4レースやっちゃったんでね、もうパッと終わっときましょう。次11月2週か、トロリーは多分ここでどうにかなんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんでしょうか。はい、どうでもいいですけどね、耳から出血しましたよ、マノッチ。本当にね、普通の体になりたいテンションガタ落ちするんだってこれ。じゃあ終わるわ。じゃあまた明日ね、バイバイ。